はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうもハネムンです。さあ、ハデス2ということで、はい、まあ、とても評価の高いローグライクゲームハデスっていうのがあるんですけど、まあ、我々も前筋トレでやったんですけど、まあ、それの2が、まあ、いつか出るよって言ってたんですけど、はい、最近唐突にバーンって出て、唐突にですよ。本当びっくりしましたよ。ずっとあったやん、2はあったけど、あ、まあ、いつ発売するか分かんないよって言ってたのよ。 それがもう唐突にですよ。はい、オープニングにこんな女の子がいますけど、はい、誰でしょうね。これなんかバロラントでこんなキャラいたな。じゃあプレイしていきますよ。はい、はい、どうもどうも。ハデス君、ハデスちゃん、クロノスにしよう。エレボスは場所か。いきます。はい、あ、なんか攻撃があってダッシュがあってみたいな感じですね。なんか前と操作感は変わらない感じですね。マナも回復して、これは壊せるのか。壊せない。ただの背景。オブジェクト、はあ、はい、行きましょう。あい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 、これは採取する。葉っぱゲット。今回なんか採取みたいなのもあるみたいですね。普通に当たったね今ね。いて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 、明らかに攻撃モーションが。はいはいはい、はい、ナイス。まだだ。はい、あ、いっぱいいますね。はい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 、あ、いいっすねいいっすね。攻撃と回避とりあえずは。はい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 。あ、魔法も打ちますね。何それ、わかんないですよ。この光は受け取る。メリノエ、ハデス神の名において。アポロンが来てくれましたね。どうもアポロン。ああ、なるほどなるほど。まあこれは前と同じですかね。ダメージが広がる。まあお好きに。じゃあ一番上のやつを、はい、取らせていただいて。これなんかね、まるでね、必殺技みたいなの出るんだよこれ。なんだろうね、この範囲に入ると敵は死ぬのかな。なんかあんだろうね。ちょっとこれやってみたいな。えい、あ、どうですか、動きが遅くなってる。ああ、そんな感じか、うん、ちょっとな、ダメージ出してほしかったな。ちょっと遠距離っぽいから、まあ、近づいてくる敵をそれ止めてって感じじゃない。なるほどね。はあ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 、よよよ、敵の勢いが落ちてると。はっ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 、撃たなくていいんじゃねえか。あんま強くないかもしんないね。一旦さあ、残り HP9 なんで。でも前もそうでしたけど、これ1回死んでからなんだよな。1回死んで、うん、お、なんか変なとこ飛ばされるんだよな。もうちょい行けたんじゃねえか。まあもうちょいもうちょい行けはしただろうけどね。はい、もう戻ってくるなんてと。はい、ダメね。でここでいろいろやるんだよな。おっと、思いにふける。パパとママや。後ろの人誰、クロノスじゃない。ああ、なるほどね。え、思い出としてクロノスも映ってんの。そりゃそうでしょ、いらなくない。なんで憎き相手を後ろに。違うんじゃない、さすがにクロノスじゃないんじゃない。あれ、今人がいたような。どうも。おお、眠りを妨げたのは貴様か。何か申せ。あ、急に可愛くなった。どうかな、ちょっとやりすぎ。いいじゃん。NG? かわいい。ああ、魔女ではあるんだね。音量っぽくてよかったと思う。ならば失せよ。かわいいじゃん。さあ、どこへ向かおうかな。こちらへ参れ。クロノスなんじゃないこいつ。もうここでクロノス。あ、違う、ヘカテ、ヘカテか。はあ。筋肉すご。ほんとだ。なんか前のはなんか家で息子の放浪旅みたいな感じだけど。そうだったね。今回なんかちゃんとしてるね。そうだ、そうだな。うん。お星様。はい。で、君は、あ、通り抜けフーピア、オデュッセウスね。死んでくれれば苦労しませんが。まあ死なないだろうな、神だし。クロノスを倒す旅なんだね。はい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 。
両親の仇みたいな。君はヒプノスね。途中で目覚ますだろうな、これね。閉じ込められたね、今ね。一瞬ね。一瞬ね。あ、終わったと思った。で、武器か、これが。あ、どうもどうも。スケレミウス、知らないな。すごい顔だな。我が輩を20回撃つのだ。あ、前回もいたな、こんなのな。はいはいはい。特殊攻撃、ワイもあるよ。特殊攻撃もあるんだ。どれどれ。あー、なるほど。遠距離攻撃あるんだ。なるほどね。魔人もあるよ。え、いろいろやっていかないの？魔人がね、これですね。うん。で、ダッシュと？ダッシュ。長押しで早く走れるよと。で、オメガ攻撃が？マナを使った。で、特殊攻撃。ワイは流し子？離す。あー、なるほどね。で、魔人。ダメージもあるらしい。あー、ほんとだ。ああ、なるほど。ためが必要だったんだな。はい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 。なるほど、なるほど。以上か？あいつ。そうだね。俺が持ってる今武器はこれしかないけど、まあそのうちいろいろ武器も手に入るよみたいな感じだろうね。いいですね。このため技があるのは気持ちいいね。うん。ほうほうほう。まあ結構マナを食うね。そうだね。マナの消費はすごいね。まあこれを駆使して頑張れよってことだな。よしよし。もう絶対クロノス殺したいんだね。エレボスの先に奥へ下る道があるはず。出発する。あ、ここか。ここか。エレボス。おお、これでいきなり下の紋章。神が来てくれるのかな。おお、デメテルだ。おお、デメテル。孫娘。氷ね。レアだって。失踪する自分の周囲に辻風が発生し、移動をやめた後も残る。はい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 。これはレアならいいじゃん。じゃあちょっと、おお、強い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 。おお、なるほど。はいはいはい。これ遠距離いいっすね、これね。これマナ消費しないのめちゃくちゃいいね。まあ、この雑魚敵はなるべくマナ消費なしで倒していきたい。そうね。これ次じゃない？ボス。ボスか。ここでボスか。ボスっぽい。うわー、ぽいね。危なそう。地面の下ね。危なそう。きついぞ。なんかいる。下ね、地面の下ね。痛い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 。ほっ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 。おらー、いいね、いろいろ使って。あー、 HP6 しかない。シュート。なるほどね。まあ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 、これどんどんね。あ、これがとうとう解放された。大釜を調合できると。はあ、なるほどね。窮地に際し運命の三面紙に助力を求める。あー、なるほど。ひたすら潜って素材を食べては、このちょっと強いのをね。お、やっちゃおうかな。特殊なスポット素材を一度に一つだけ装備可能。まあいいんじゃない。えい。すごいいろいろ言ってるけど、できるのピッケルだけどね。なったとか言ってるけど、ピッケルだって。核はあれしかできたの。ピッケルゲット。あ、下に弾が。弾？あ、説明か。なるほどね。じゃあ頑張って、あのルーク・ストーカー倒したいね。さあ、またちょっと違うところからか。今回の神は炎。イフリート。イフリート神じゃねえ。エスティアね。
レアだって。通常攻撃を命中した敵に炭か炭化じゃねえか炭化の呪詛をかける。いいね。通常攻撃強くなって下のやつは。あ、これもなんかある。あ、これが採掘か。あ、いいね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 。ナイス。あ、いいじゃん。強くなって通常攻撃良くなったんだよ。炭化の呪いが炭化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 。あ、強い。通常攻撃強い。いいね。マナを回復。下になんか丸があるけど見とく。じゃあせっかくだし読んどこうか。ああ、はあ、なるほどね。語り部ね。はい。さあ、これは関係なし。これは採取。普通の採取だね。ピッケルがなくても採取できるようなやつか。おら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 、いい、ね、おら、あ、かなりダメージ良くなったね。誰じゃ勝ってない気がする。なんか最後に炭化させて一撃必殺みたいになってんじゃない。あ、そういうこと。うん、多分なんか早く倒せてる気がする。ダメージは25じゃない。だから温度変わってない。ほら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 、うん、なんか属性蓄積してみたいな感じじゃね。そしたら回復っぽいね。上があれじゃあこっちにしようかな。今 HP わかんないけど、ね、マックスだし。回復っていう場所ないかこれ。ないかもね。あ、だから なんかあのフルーツ前もあった気がするんだよな。あった気がする。なんだっけあれ。なんだっけなあれ。なんかあったよね。あ、神じゃないパラメータアップみたいなだっけ感じだ。まあ言ってもいいかもな一回な、ね。まあ、今回はこちらで一定なビームサーベラー、ジェダイの騎士よ。ビームサーベラー生意気だよ。はい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 。さあ、神かな。何神だ君は。デメテルだ。さっきのエピックだって。交換じゃないかそれでも。あ、ほんとだ。スミカがなくな、単価がなくなっちゃうのか。うん、でもこっちの方がダメージ高いか。通常攻撃ダメージがプラス 60% で、ね、じゃあさっきもされてんのか。いや、ダメージ自体は変わってなかったと思うよ。25、25、30だから。だ、ね、うん、まあこっちの方がいいかな。せっかく単価もらったけど、はい、エピックなのであれば。あ、これ両方とも素材だね。こっち行こう。これはかなりダメージ上がる。ほら、32。ね、あ、かなりいいよ。強いね。あ、しかも凍らせるの強い ね。氷強い。はいはいはい。あ、いいじゃん。ダメージ強くて氷ついて。うぃーたい。あ、微妙だった。オラオラ。えいえいえい。おー、素晴らしい。はい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 。いいね、爽快感ありますね、やっぱりこのダッシュが。ナイス、うん、なんか素材ないかな。あ、じゃあ行ってみるか。下がコインか。あ、コインだ。じゃあ見行ってみようか。なんだったっけね。氷強え。まあ威力アップが今のところ強いか。固まっちゃうのも強いね。動けなくなっちゃうのも。氷ね、うん、氷強いことか。止まっちゃうもんな相手な。おい、止まっちゃって。はい、ナイス。強化か。ああ、なるほどなるほど。そ、これか。あ、これは強いや。ね、今いい武器を持ってるから、ね、これをどんどん上げていきたいね。これ炎か。ボスっぽいドクロのマークもついてるが、ちょっと強いんじゃない。でも炎だったら倒しちゃえば。こう氷だから、うん、今強いし行っていいんじゃない。じゃあ行ってみよう。ボス。あ、これはあれか、ストーカーか。おい、固まっちゃって君。はいはいはい、いるよ。おお、ナイス。あ、効率え。おお、遅くしてね。ああ、なんだこれ。そうだろうね。なるほど、ここで止まっちゃうよってことか。でも今威力がめちゃくちゃ強いから、それよ。ああ、どうなんだ。
使うならその近接のオメガの方がいいんじゃないか。なるほど。あそのこれな。そうそうそう。おお、もう今すごい、ね、見えなかったけどすごいいったぞ。とんでもない。あこれは通常攻撃じゃないから、そうあの交換の場合交換で出るはずだから。なるほどね。これがマジンでしょ。両方マジンか。上も下もマジンで真ん中がなんかそのあれに出るね。速さ。速さか。速さというかその。ダッシュね。そう、ダッシュにつく。うん、魔人を長押しで狙いを定めれるようになるのか。ちょっとやってみようかな。まあね、ああ、これは便利だ。いつも自分の足元にしか出せなかったから、これが狙えるようになったと。ああ、なるほどね。はあ、はあ、まあいいんじゃないですか。なんかありました？あ、回復だ。あ、うん、ピッケル。違います。ピッケルだ。回復欲しいな。弾ならあったけど。弾か。説明の弾が。大したこと言わねえんだよな。そうなんだよ。あんまりいいこと言ってくんない。なんかヒントがあったらね、いいけどね。うん、ナイス。マジ強えな、氷。囲まれない限りはマジ、最強だな。上。危ねえ、凍ってら。ああ1対1だったら絶対負けないねこれ。あなんだろうね、今なんか食らったね。今なんだろう、なんか 9食らったな。なんか飛んできてたから、飛んできてたか、うん、あの攻撃モーションの残りがで食らったかもね、凍ってたけど。なるほどね。なんか作れっかな。マザイ探知。ほう、周辺にある素材を察知できるようになる。あ、これはありがたいね。飽きない人の召喚。あー、これ回復とか売ってくれるみたいな感じかな。宿命の介入みたいなね。あ、宿命の介入も買えるんだったね。うん、いいんじゃない。本書これやってみよう。さあ、これどうなるんだ。何も起きない。まあまあ。まあまあ。ピンチになったら来てくれるみたいな感じかな。お、なんだこれ。ああ、姉妹刃。姉妹陣、銀手に入れたからね。どれどれ。手を組みましょう。おお、いいじゃん。じゃあこの槍じゃなくて、ああもう装備してる。早。ちょっとこれ見てみましょうか。おお、結構近距離だね。じゃあ特殊技を見てみましょう。遠距離攻撃が、あ、なるほどなるほど。あ、ちょっとダメージ高くていいですね。あ、なるほどなるほど。これはじゃあ一緒で、これもダッシュもそんな変わらず、ダッシュストライク、長押しの後に X。 あ、これがダッシュ、ダッシュ切りか。はいはいはい。で、ドラマ一緒でしょ。はい、一緒か。あとは、あ、こいつはあれだ、いっぱい投げるね。投げる。あー、かっこいい。これバックアタックか。ダメージも高いね。あ、これで近づいて。よっと。あー、なるほど、なるほど。もう槍より近距離だけどダメージは高いよみたいな感じかしらね。なるほど。ちょっとこれで一回やってみようかな。さあ、またマップが違う。お、トールだ。打ち出の小槌。ダイダロス。ダイダロス出した。インフィニティダッシュ。特殊攻撃で消費するマナがマイナス 66%。あ、ストレートラッシュ、特殊攻撃で投げた。あ、そう、特殊攻撃ばっかりだね。射程が伸びるのとダメージが増えるのと。射程を伸ばしてみようかな。うん。あ、これダメージ高くていいな。クリティカルで90。なんか今出たな。クリティカルだった。あ、ね、なんだあの90ダメージ。すごかったな。あー、槍より遠距離攻撃が 2.5 倍ぐらい強いのはいいね。やっぱ木だな。木を貫通すると90ダメージか。
木だと思う、多分ね。よよよ、今回氷ないからな。いや、基本遠距離かな。遠距離が強いね。うん、近距離がほんと近づかなきゃダメだからな。だから強いんだけどね、こうがっつり近づいちゃえば。炎か、エスティア。ほう、特殊攻撃、一番上が特殊攻撃だね。いいね、特殊攻撃。今捉えた時に単管ダメージ、いいんじゃない。飛距離も上がってるしね、これはいいシナジーがありそうですが。位牌、遺骨か。はい、単価単価単価。あー強いな。あー単価は火傷か。なるほどね、ほっといていいんだな。やべ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 、2位食らっちまった。うん、ゴリゴリ近距離と見せかけてこいつ遠距離キャラだな。そうだね。はい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 、ケンタウロスの心臓、最大体力25か。これがヒットポイントか。はあはあ、でかくね、か25増加25か、30から25でかくね。倍やん。あ、炎か、これなんだろう、金庫、お金の強化バージョンみたいな感じ。お金っぽいけどね、なんかいっぱいもらえそうなのであれば。コインを何に使うか分かんないけどね。あ、ショップだ。あ、ショップか。あ、神も買えるよってことだな。今278円あるから150円で神買えるね。150円で神買うかな。オッケー、神ゲット。ポセイドンが来てくれました。ああ、なんか霊力獣がドロップするというのであれば、マナ回復だねそれね。あ、なるほどね。もらっとこ。オッケー、 HP もちょっと回復して。オッケー、ハンバーガーね。どうもどうも。神とハンバーガーあんま値段変わんなかった。同じぐらいなんだろうな。なるほど、あのマークはショップだと覚えておきましょう。ボスだね。え、師匠じゃん。お前がボスだったのか。よくぞたどり着いた。裏切りやん。裏切られたろ俺。あれじゃない、力試しみたいな感じじゃない。ああ、やっぱり、ああ、そういう感じ。びっくりした、裏切ったのかと思った。いや、これはもうこの試練と称して裏切ってくる、裏切ってくるでしょ。ちゃんと殺してくる。あ、俺の師匠が。なにこれ、もう。ああ、なるほど、そういうことしてくるのね。ああ、ワープもしてくるよ。うわー、うわー、分身かな。うわー、木のやつ使いなよ。ああ、おお、おお、おお、ないか、やったか。うっしゃー、おれ、それなってるか。なんか木、なってそう。近接じゃねえか、違うかな。なんかね、これ、出てる出てる出てる。もう木を返してやると、うわ、痛い。うわあ、おい、ナイス。うぃ、やっぱ近接じゃねえか。今さっきそれ出てたかな。出てたじゃん、これ。これ近接じゃないよ、これ。あ、近接じゃない。うん、あ、じゃあ出てんだ。あ、いた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 。上出来だって言ったのに攻撃してきたんだけど。うん、それまだ。全然、上出来だって終わりの時のやつじゃん。いやいやいや、ヒットポイントあんだから。上出来だって言うだよ、じゃあ。こいつ意味ないのか。うらっ、おー、いいね、うまいね。ここな、あ、ダメだ、HP2 しかない、 HP2 しかない、許してほしい、師匠師匠許して、師匠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 許して、師匠許して。おー、ナイス。おー、いいダメージ、まだ半分 HP。 いいね、師匠、師匠遠距離でこう、うわー、うわーその弾なんだ、なんだろうこの弾、壊せる、不穏。あ、回収できる、回収、まだだ、まだ回復か。師匠ありがとう。これ突っ込んだのも死んじゃう。師匠じゃなくてさっきの技じゃない、技か、あの
ポセイドンから買ったやつ。あ、なるほどなるほどなるほど。そんな優しくないっしょ。優しくないか。さすがにこれで回復しなさいみたいな感じじゃないのね。おらー、わー、よろしい。何がよろしいね、なんだいこれは。うわー、よろしくない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 。いつ治る、いつ治る、いつ治る。いや言われてる、諦めよ。なぜ勝てぬのか、しかと顧みることだと。なんで、あれ、ようやく会えました。ほう、誰だい、冥界の王女殿下なんだ。おお、三女神。あ、三女神、さっきそういえば作ったな。ボロスコ。お、ほう、あ、もうお会いすることはねえんだ。何のために来たねん。運命の書、ま、気まずいんだけど、師匠なんか言うのかな。あ、もう全然何も、全然、まあ、下に前線したと言ってたけど。あ、なるほどね。一礼しときましょう。クロノスに死を。クロノスに死を。お前に殺されたんだけどね。今度は通るでしょうね。ゼウスか。ゼウスか。神が来てくれたよ。雷電の呪詛。ああ。じゃあちょっと通常攻撃に雷電の呪詛をつけちゃおうかな。雷電の呪詛、雷電の呪詛、雷電の呪詛。ちょっと雷電の呪詛溜まるまで時間かかるね。どっちにしてやっぱり。はあ。よいしょ、よいしょ。さあ。通常攻撃で敵と出すと、素力。素力。攻撃対象に与える純ダメージ増加ね。強いね。バックスラッシュ、ファイナルスラッシュ、ファイナルスラッシュね。今のやつのファイナルスラッシュすごい強いよね。じゃあこれ絡むか、ちょっとやってみようかな。 300% だったらすごい広いんじゃない。おお、しかも 300%。 そう、これはいいんじゃない。それが当たればやね。なんかこう雨雲はこれゼウスか。そうそうそう、今だ。オラオラ、ナイス、強いね。オラ強い、強いね。あ、強い、ナイス。320ダメージは強いぞ。さすがに強いか。アップグレードしに行こう。オッケー。あれ、木回りよ。木だ。はい、ナイス。木だ。すーえ、これ。マジで強い。はい。はい。320ダメージは出し毒ですね。強いっすね。まあまあ、これ、あ、こっちか。それしかない。ボスか、なんだこれ。ボス、そうな、行ってみる。うん、せっかくだし。あ、わかんないけど、お洗濯屋さんかな。あー、どうも、ごめん、眉壊しちゃった。荒くねか。あ、気にしないでって言ってくれた。荒くね、ずいぶん可愛いな。そう、壊しちゃってごめんなさい。あー、防具っぽいかな。あー、いいじゃん。アーマー40。毎秒まだ5回復。30、いや、50。あー。あ、今、長押しそんな使わないから、純粋にちょっとこの50のやつをもらうわ。これが、もうこれで、これで戦うわ。ごめんな、荒くでちょっと壊すわ。右なんかあったか？キノコだ。もうこいつの巣はないか。雷か。ショップだ。ショップか。まあ右でいいんじゃないか。ね、ショップは多分あんまり買えない。ボスだな。まあ今もうダメージめちゃくちゃ高いんで。
はい、ウェルカム、ウェルカム320ダメージね。オッケー。ナイフ。モーションあるからよく見てね。オッケー。ファイナルだからそれ弱いかもね。ナイフよ。お、ダメージはマジ高いなこれ。強いね。マジで強い。早いね。早い。さあゼウスセカンドは、こうした2つがレアだ。ほうほうほう、まあ、マナ使わないしこういうのいいかもな。やってみる。ああ。おお、もう使う分がもう保存されてる ね。さあ師匠、セカンドチャレンジ師匠。セカンド師匠ね。いや今回私最終弾がめちゃくちゃ強いんで320ダメージ出るんで。君きつそうこういうの。おお、お見せしましょう。おら320ダメージ、ウェルカム320ダメージ、セカンド320ダメージ、サード320ダメージ、おいおい、320ダメージが強い、320ダメージめちゃくちゃ強い。ちょっとキーもったいなかったか。あ、痛い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 。320ダメージ、320ダメージ、ガードガードガード、これガードガードガード、ガード、うん、ガードガード、絶対ガード、これガードってどれ、ガードされてる、はい、あ、ガードされてるのか、見えるでしょ。本当だ、シールドがついてるね。意味ないって。そっか、周りの敵を倒せってことね。そう、よいしょ、 OK。 まだか、あー、ここか、おいおい、分裂、おいおい、そいつじゃない本体、危ない。320ダメージ、あー、当たりにいった。どれだ本物は、それじゃない、お前だろ、お前でもない、下だ、ん、炎よ、危ねえ、なんだこれ、なんだこれ、そんな、あー、これカスか。でこうなった時だよな。まあ逃げられそうだったけどね、あれね。まあ今は逃げるしかない。跳ね返ってくんだよなあれ。あー、治った治った治った。でガードしてるからこの周りのやつを倒して、いてー、強けてみよう。危ねえ、なんか来るぞ、ガードだった。くす、ガードが溶ける瞬間を狙ったんだけどな。うーわー、跳ね返ってくる、帰ってくんのかーい、本体までか、ここもうちょいだぞ。やったか、やめろやめろ、違う、くす、なんだよこれ、お前だ、よし、違う、うわ、確定で違うのかな。いざとどめよ、こっちのセリフだが、いざー、ナイス、そこまで試練を突破。いや、ご利用したけどやったな。いや、素晴らしい。てか、アーマーが強かったね。アーマー良かったね。あー、なんとか耐えた。ただ80ぐらいあったもんな。ああ、どこしてくださるんですか。あ、そうなの。そうなんだね。お前来てくれりゃ相当楽なんだけどな。守ってくれんのか。予言はなされた。ナイス合格。まあこんな感じで強化して、強化すればもちろん先へ進めるようになるし、先へ進めればまた新たなレアな素材とかがあって、その素材を使ってまた武器を増やしたりとか、パラメータを上げたりみたいな感じでどんどん奥へ進んでいくっていう、まあ、ワンと変わらないですかね、やってることは ね、まあ、そうだね、うん、まあこの武器とかがね、もうちょっとね増えてきても面白いなっていう。ツーってことはワンの続きなのかね、どうなったんだろうね。ワンって誰だっけ、ボス。ワンはあの、俺らもあれ誰だっけ、最後までやってないからね、ワンはね。ハデスだっけあいつ。いや、なんかお父さんがいて、お父さんがハデスじゃなかったっけ。お父さんがハデスだったっけ、あ あれなんか逃げ出そうとしてたよね。そう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 、うん、で家出するよっつって、やってみなやってみなって言われてさ、うん、そう、どうせ無理だよっつって、ね、うん、で帰ってきてはみたいなね。帰ってきているんだよね、お父さんがね。そう、お父さんがいて、うん、無理だったでしょっつって、どうせお前じゃ無理だよっつって言われて、その抜け出すっていうね、それがなんか急に復讐劇になってて、なんかそうだね、クロノスを殺すと、うん、そういう話になったみたいな感じです ね。はい、ということで、ハデス2でございました。
続きが見たいよという方はね、ぜひともね、高評価、いただければ、1000高評価たまりましたら、来週もこちらやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますということで、はい、今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。